皆さん、こんにちは。今日は、ぐだぐだ料理教室の第28弾ということで、今から、黒ごまプリンを作りたいと思います。はい。これはですね、ぐだぐだ料理教室を、始めたばかりの頃に、第1弾ということで、まだちょっと喋りとかも全然あかんかったかなと思うんですけれども、第1弾で、パンナコッタを作りましたが、それの応用編っていうことになりますけれども、今日はこの黒ごまのペーストを使って、黒ごまクリームですね。パンとかに塗るやつ。これを使って、黒ごまプリンを作っていきたいと思います。で、黒ごまのスイーツって、なんか色が、なんかグレー色に仕上がるから、なんかすごい色やなぁ。見た目は思うんですけれども、味はとても美味しいですのでね、私は結構、好きです。はい、ではですね、早速、失礼しました。はい、早速材料を紹介していきたいと思います。はい、まず、牛乳 600g、600ml ですね。それから、生クリームで 200ml です。1パックでだいたい 200ml で売ってますので、1パック用意していただければ。いいかと思います。それから、黒ごまのクリーム。黒ごまクリーム。今日はですね、ちょっと待ってくださいね。出しとけばよかったな。はい、今日は、この黒ごまクリームを使いました。パンに塗るタイプ。パンに塗って食べても美味しいよっていう感じのやつですね。こういうのが売ってましたので、これでいきたいと思います。で、この黒ごまクリームですけれども、少し甘い感じですね。お砂糖入ってて甘い感じなので、ちょっとお砂糖今日、一応 50g 用意したんですけれども、また様子を見ながら、ちょっと加減していきたいと思います。はい、それから、ゼラチンですね。ゼラチンが、逆から開けてるな。はい、このゼラチンを使いました。クックゼラチンだと、これ逆から開いてるな。逆から開けちゃったんだけど、よいしょ。はい、こんな感じに袋に入っているので、これを2袋分なので、グラム数で言うと10グラムです。これ1本5グラムなので、2袋使っていただければと思います。はい。10グラムですね。それで、今日はですね、このようなカップに作っていこうかなと思います。一体、そうですね、このようなカップ、最近でもあんま見ないな。なんか100均とかに売ってると思うので、これ使い捨てではなく何回か使えると思いますのでね、こういうプラスチック製のものでしたら。はい、これでいきたいと思います。だいたい、そうですね、分量は、このぐらいのカップでしたら、6個分から8個分ぐらいいけるかなと思います。はい、それでは早速ですが、調理をしていきたいと思います。これぐらいかな、もうちょっと近づこうかな。はい。このぐらいです。では、まず、瓶に牛乳と生クリームと、これで火にかけまして、だいたい中火から弱火ぐらいで
牛乳ってあのすぐ温まって沸騰してしまいますので、中火から弱火ぐらいにして、次にこの黒ごまのクリームを入れてしまいます。ちょっとずつ入れて溶かしていった方がいいかな。よし、半分ぐらい。何回かに分けてちょっと溶かしていくか。どうしてもこれ一気に入れると溶けづらくなりますので、ちょっとずつがいいかなと思います。塊のまま入れるとなかなか溶けるまで時間がかかってしまうので、ほぐしてから入れた方がいいかもしれませんね。結構あるので、なかなか一応これ、水分を言い忘れたかな。70g 用意しました。さっき言い忘れたかも。黒ごまクリーム、70g 用意しました。ちょっと砂糖を入れる前に、ちょっとどんぐらいの甘さかな。どうだろうな、これ甘さ。うん、これいや、あと 50g 入れちゃいましょう。はい。ごまの風味がしますね。ごまの香ばしい香りが。とだんだん灰色になってきます、ね、グレー色に。
皿についてるのも。画面みたいな色になってしまいますので、こんぐらいでとどめておいた方が見た目はいいのかもしれませんね。なんかね、シャンプーが売ってるやつだったらもうちょっとグレー色を買ったりしてますよね。バージミューズとしてぐらいでいきましょうかね。で、こんぐらいでいいかなとは思うんですけど。ちょっとか、もうこんなピースとか、あとちょっとなので、あとほんのもう 10g ぐらい、 10g もないぐらいしか余ってなかったのでちょっと入れちゃいます。全部入れちゃいます。いいね。ちょっと一旦ちょっと時間が、いや撮影時間がちょっと長くなってしまったので、一遍ちょっとここで思います。